はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、東中野にございます、阿波屋一丁さんにお邪魔しております。というのも、こちらのお店ね、半田そうめんっていう徳島の名産のおそうめん、すごい太いらしいんですけど、それをいただけるお店でして、今回ね、働いてる方、まあ、オーナーさんとかからね、お声掛けをいただいて食べに参りました。今回はね、普通の、まあ、通常提供しているメニューとかを、まあ、5品いただくんですけど、まずこれが一品目ですね。これが、すだちそうめんでございます。めっちゃうまそう。で、このすだちそうめんね、レギュラーメニューで結構看板メニューみたいな感じらしくてですね、僕もこのお店をね、ネットで調べた時に一発目に出てきたメニューだったんですよ。なんでこれ超楽しみだったんで、早速ね、いただいていきたいと思います。よし、それでは、いただきます。これわかるかな？もうね、普通の皆さんが思ってるそうめんの多分2倍ぐらいね、太い気がする。めちゃめちゃうまいです。いや、この腰僕は知らないです。はじめましてのそうめんですね。さっきお店の方にも聞いたんですけど、そうめんってあったかいものにするとやっぱこう腰がなくなったりとかして、なかなかね作る方も少ないと思うんですけど、この半田そうめんってこの太さがあるので腰がもうめちゃめちゃ強いらしいんですよ。なんでもちろん冷やでも美味しいし温でも美味しいそうめんみたいでして、ね、これね締めると多分出会ったことない食感というか腰のそうめんになります。これねぜひ食べてほしい。でもそうめんもそうですけど、まあ、お出汁というかスープ美味しいですね。ありがとうございます。母ちゃんのお出汁です。僕も多分人よりは何倍もいろんな食材食べてきてるつもりなんですけど、どれだけこう食べ歩いてても初体験のうまさは永遠になくならないですね。いやもうめちゃめちゃうまいです。はい、ということで今ね2品目が到着いたしました。これ2品目なんですけれども、トマトサルサぶっかけということで、いやだってそうめんで和風以外食ったことないんで、これめちゃめちゃ楽しみなんだけど、いただきます。これ全部混ぜちゃったもんね。ぐわって混ぜた方が美味しい。混ぜた方が、はい、見えるかな、混ぜたのはねこんな感じなんですけど、これめっちゃうまそうですよね。やばい。うめえ。パスタでいうところのペスカトーレとかそんなような、結構魚介も効いてるしトマトもしっかり効いてるタイプですね。でこれ味変にねタバスコがおすすめってことなんで、これちょっとかけてみます。うま。最初はね甘みというか、まあ、酸味も含めてそのシーフードの魚介のね甘みとかが強かったんで、サルサ感っていうんですか、それはあんまり感じなかったんですけど、タバスコをかけるともう一気にサルサですね。タバスコをかけることでもうこうラテンのねパワーが湧いてきます。これめっちゃうまい。はい、ということで今ね3品目が到着いたしました。これ3品目、田舎ぶっかけというメニューでございます。これもね冷やのメニューになっております。いやなんかこの椎茸の香りとかもめっちゃいいですね、うん、3杯目ですね。いただきます。もともとのスープもホッとする味なんですけど、椎茸がスープにこう浸って旨味が染み出ると
甘みもねどんどん追加されていくんで、具材を混ぜるごとになんか徐々に徐々にね味が変化していきますね。これがなんかほっとします。なんかあこれうまいな。はい、ということで今ね4品目が到着いたしました。よいしょ。旨辛麻婆温麺ですね。なかなかおそうめんってどうしてもね細かったりとかして伸びやすいので、あったかい、麺でいただくことって少ないと思うんですけど、このね半田そうめんの特徴のその太さがあるので、そういうあったかいのでも美味しくいただけるそうです。早速食べてみたいと思います。高いそうめんこんなうまいんですか。油がねしっかりと落とされてるんですけど、まあ、お肉のうまみとか、まあ、ピリッとした辛みとか甘みも入ってて、ちゃんとね油は少ないんですけどうまみが入ってるんですよね。このお店の、そうめんって基本的にはベースのすだちのスープを全てのメニューに入れてるみたいで、ほんのりとした酸味が後味にスッて抜けていくんで、味は意外とねしっかりついてるんですけど、後味の抜けも良くてこれめちゃめちゃうまいです。オンでもねやっぱおそうめんのコシがしっかり残ってる。はい、ということで今ね最後の5杯目が到着いたしました。ラスカルスペシャルっていうこのすごくないですかこれ。マジでこれそうめんですよ。味付けの方が、まあ、豆乳ベースのスープに焦がしニンニクが入ってるみたいですね。もう香りがね半端じゃなくいいんですよ。めちゃめちゃうまそう。いただきます。スープ見えるかな皆さん。これこの豆乳ベースのこれめちゃめちゃうまそう。ニンニクの作用もあってか動物系っぽいちゃんとしたあの深い旨味があるんですけど、牛とか、まあ、豚骨とか全く使ってないみたいなんで、やっぱりそのどっかあっさりしてるんですよね。こってりしすぎないで、それこそ本当夏とかでも冬とかでも全然いただけます。でこの豆乳とかはあの通常のお出汁とかとこう変更はできるみたいなんで、ぜひねこの豆乳絶対食べてもらいたい。めっちゃうまいから。多分驚くと思います。衝撃受ける。お肉すごいよ厚みが。やらか。そうめん自体甘みがすごくあるので、あのスープ単体でいただくよりもねよりね優しく味わい感じますね。ニンニクとラー油かな。よいしょ。
ペーストうまっつね、これニンニクのやつ、あ、これうまっ。ペースト状になってて、ほんのりとニンニクが香る感じで、そんなに臭いって感じも全くないんですよね。ちゃんとね、火も通ってるんで、甘みもあって、ニンニク特有のそのえぐみとか辛みっていうのはもう一切ないですね。本当そのニンニクのうまいとこだけ抽出したようなトッピングになってるんで、これね、豆乳とめっちゃ合う、これ。